トニちゃんです。今日はですね、新しい靴を皆さんにご紹介したいなと思います。いやはや皆の衆、夏の時にサンダルをご紹介したの覚えているでしょうか。今回はですね、またイーボルさんとの、まあ、コラボ動画みたいな感じでして、そちらのイーボルさんの靴を5足ご紹介したいと思います。いや、今までね、挑戦してこなかった靴とかも、ちょっと今回手に入れたので、ぜひ少しでも皆さんの参考になればなと思います。それでは最後まで見ていって、お楽しみ。ということで早速ご紹介していくんですけど、私はだいたいコンバースとか、まあ、スニーカー類は23か 23.5 を履いております。まあ私のねちょっと足のサイズ感を見ながら皆さんが買う時の参考にしていただければと思います。ではまず1足目こちらです。こちらはですね、あのいつものバレーシューズかと思いきやちょっとね感じが違うくて、まずはですねこんなエナメル素材になっております。わかるかな、スクエア型になっている形で、このね足の甲の部分がちょっと長い感じのバレーシューズになってます。やっぱねこういう革のバレーシューズって結構足が痛くなったりするんですけど、なんとこちらですね中にすごくクッションが効いています。ここのねあのソールの部分はクッション効いてないんですけど、端っこの部分が全部クッションになってるからめちゃめちゃ履いてて気持ちいいです。あの多分若干小さめのサイズ感だと思います。まあ、クッションでねちょっと圧迫されてる感じがあるので、私はなので今回この靴だけ24センチを選びました。なんかねブラウンもわかるかな、ちょっとなんかオレンジ味のある感じですごくお洋服が合わせやすいなって思いました。特にねやっぱ今秋色のお洋服とかが多いと思うんですけど、本当にめちゃめちゃ合うなって思いました。ってことで、こちらの靴で組んだコーデがこんな感じです。めっちゃ可愛くないかーい。やっぱりね、チェックスカートとかの相性がすごくいいなって思います。やっぱブラウン系の靴やから、何でも色味的には合うんですけど、秋っぽくしたいならボルドー系とか、ちょっと濃いめのブラウンで合わせたらいいと思います。パンツとかでもすごく合うと思うな。可愛い。ではもう一つもバレーシューズです。こちらかわいい、これめちゃくちゃかわいい。こちらはレオパード柄のバレーシューズでございます。こちらはねあの 3.5 ですね。私がだいたいスニーカーを選ぶ時のサイズ感でございます。普段のあのバレーシューズとかよりは結構ねちょっと細身な感じがします。やっぱりね今年すごくアニマル柄というかこのレオパード柄が流行ってるから、お洋服を挑戦するのって正直なかなか難しいと思うんですけど、小物とかまあそれこそこういう靴とかで流行りをね取り入れるっていうのはすごくいいかなと思います。なんかそのレオパードももうレオパードって感じじゃなくて、なんかちょっとさりげない感じ、わかるかな、黒の部分が大きい感じやから、しかもねここの部分も結構ちっちゃめ、さっきのと比べてもやっぱちょっとね足の甲の部分がだいぶ足がすごく見えている形なので、やっぱね足はねすごく見えてた方が綺麗に見えるというか長く見える感じがするので、大人っぽい感じでも履けるかなと思います。いやー、あのね私ねレオパード柄とボーダーの組み合わせすごい好きなので、今回は上にボーダートップスにデニムで合わせてみました。はい、もう完全にロンドンガールてかもうファッチスタイルって感じのコーデです。すごく気に入ってます。意外とねトップスとかで柄物持ってきてあげたら全然レオパードでも合わせやすいと思います。ではまあフラットシューズ系で言えば最後ですね、こちらです。これはねちょっと初挑戦って感じなんですけど、ローファーを選んでみました。すごい可愛い、結構ねわかるかな、横から見たらかなりソールがあって、まあ正直ね重量感もあります。でなんか結構ローファーってかっちりして見えがちなんですけど、このソールの部分がなんやろちょっとスポーティーな感じもするので、意外とカジュアルな格好でも合うんじゃないかなと思いました。ってことで、このコーデは完全にロンドンの学生ガールって感じのコーデにしてみました。ローファーってちょっと合わせにくいかなって思ったんですけど、全然そんなことなくて、こういうちょっと派手めな色とか、まあ柄物とか持ってきても意外とマッチするなって思いました。厚底で安定感はすごくあるんですけど、革が馴染むまで少し足が痛いかなという感じはありました。ではですね、残り2足はですね、ブーツでございます。まず1つ目、こちら、サイドウォアのブーツを選んでみました。可愛くない？めちゃめちゃ可愛い。このね、切り替えの部分がブラウンになってて、これがまたワンポイントで可愛いよね。で、このね、サイドウォアのブーツね、結構
構ね、こんなにがっつりなソールがあるのに軽めでございます。革の部分もすごくしっかりしているので、まあ安定感もあるかなという感じでした。ほんまになんかこういうブーツって持ってなかったから、だけどシンプルやしさ、なんでも合わせやすいやんってことで買いました。もうね、このブーツを見た瞬間、もうこのコーデに決定って感じですぐ思いついたコーデなんですけど、やっぱりちょっとやっぱサイドゴアのブーツってちょっと大人かっこいい系っていうコーデやから、こういう黒のレザーとかとの相性がすごくいいなって思いました。めっちゃ可愛い。で、あんまり固くしすぎないようにパーカーで合わせてみました。では最後ですね。最後ね、実はこれが一番気に入っております。こちらです。こっちはですね、ほんとね、結構シンプルなホワイトのブーツを選んでみました。なんか私ね、ヒールがね、やっぱどうしても苦手やから、分厚いソールのものか、まあ、ぺったんこう履いてることが多いんやけど、これさ、めっちゃ良くない？ちょっとここがね、木の感じになってるのすごい可愛いと思って。こういうブーツってね、大体ヒールなんよ。だからなかなか挑戦できなかったんですけど、これめちゃめちゃちょうどいいなって思いました。このね、ブーツはこんな感じで結構皮が柔らかい感じなので、まあそんなに重たくないかなという感じです。では最後のコーデはオールホワイトコーデでございます。やっぱね、このブーツはワンピースと合わせたいなと思って今回コーデ組んだんですけど、めっちゃ可愛くない？ホワイトやからスカートの長さとか特に気にせずに、ちょっとチラッと素肌見えても可愛いし、あえてめっちゃロングでブーツをチラッと見せる感じでも可愛いなって思いました。いやー、このブーツはめっちゃ使えそう。今年めちゃめちゃ履きます。はい、ということでいかがだったでしょうか。これが私の新しい靴の5足でございました。本当にね、またね、足元もね、楽しくおしゃれできたらなと思っております。で、今回ご紹介したものは全て概要欄に貼ってあるので、よかったらチェックしてみてください。はい、ということで今日の動画を見ていただいてどうもありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。 Twitter、Instagram、Wear、そして TikTok もやっているので、よかったらフォローしてみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。